お前の声を聞くのも、その舐め切った面を見るのも、俺たちの世界にずかずか乗り込んできて好き勝手しやがって。そう、それだよ。ずっとてめえのその面が見たかったんだ。あ、ナフミスさん、どうしてた？お前は俺の大事な仲間に手を出した。我が血肉を糧に生み出されし竜のアギトにより激我らはお前と処置になる。どうしてだって大事な仲間だったら奴隷になんかしねえよな。違います、ナフミさんは。それがどうした。だがお前は何だ。お前にも腹が立っていた。見なきゃならないんだってな。中悪で目障りがバイた。やっと本音が。ナフミさん、私のことどう思ってるのかな。ラフタリアさんとフィーロちゃんは違うでしょう。ナフミさんはラフタリアさん二人もそれくらい分かってます。大切な仲間だって心から思ってくれてるって。どこの誰だか知りませんが、ナフミさんから出て行って。ああ、もう何やってんのお前。楽しいショーが台無しじゃねえか。てめえが先だボケ。またかよクソが。ここまでやられてまだ霊気の力に頼るんですか。ナフミさん、しっかりしてください。ナフミさん、ナフミさん。対抗する、それが聖勇者だろ。お前の役目だろ。役目、全てを燃やし尽くすこの力が。言ったでしょ、盾の勇者様で大切な私の仲間まで燃やしちゃうつもりですか。さあ立ち上がって、みんなが待っていますよ。ラフタリア、フィーロ。